手が上がった。今度はファーへのボール、シュートくー、キャプテン、昨シーズンまでキャプテンの山田直之が決めました。秋田先生、前半の14分、山田直之、実に2016年11月以来952日ぶりのゴールを決めました。に先制ゴールをもたらしたのはかつてのキャプテン山田です。秋田はこれで前々節に続きコーナーキックから先制ゴール。